国内女子ゴルフツアー資生堂レディース第2日29日神奈川戸塚 CC 西 C6697 ヤードパー72賞金総額1億2000万円優勝2160万円曇り255度東の風15メートル観衆7498人19歳のアマチュア荒木優菜が 首位と2打差の4位と好位置につけた。8位から出て5バーディー、1ボギーの68と4つ伸ばし、通算7アンダー。第1ラウンドに続きボギー選考も、気合が入るのか知らないけど、結構良い。難しいコースだとボギーが出るのは分かっているので焦らない。奇跡みたいと、笑って振り返った。昨年はプロテスト不合格で号泣。 悔しい思いを重ねてきた分、優勝争いの雰囲気を感じられるので楽しみと、一段と最終日を心待ちにしていた。